日本愛知県名古屋市中村区泥港町で江町は、かつて愛知県名古屋市中村区に存在した地名である。中村区名駅4丁目北東角に泥港町という交差点がある。東西方向の愛知県道68号名古屋、津島線と南北方向の名古屋市道江川線が交差する地点で、あるが、ここから南西方向へと斜めに、 名古屋市道泥港町線が伸びている。この道路を中心に設定されていた町が泥港町であり、東は泥港町交差点から、西は名駅通りとの交差点付近までがその町域であった。西側からに一丁目、二丁目、三丁目が設置されていた。西は佐々島町、北は堀内町、米屋町、南は西柳町、東は加社町、 小鳥町に接する。中石定地を意味する、定地という語に由来するとされる。当地はもともと、愛知郡広井村に属する地域であったが、名古屋駅へ通ずる駅前道路が1885年、五炉に完成すると町ができた。1889年7月1日、広井村の一部をもって、泥港町が設置され、同時に設置された周辺の笹島町、北根木町とともに、 当時の名古屋区に属し、さらに同年10月1日の市政施行で名古屋市泥港町となった。ただし、泥港町の起立時期を1898年とする資料もある。1908年4月1日の区政実施では西区に属し、1944年2月11日には中村区へと編入された。泥港町は名古屋駅の東。 柳橋中央市場のある西柳町の北に立地することから通運会社、倉庫会社、トラック会社などが集まった。1937年に名古屋駅が北へ移転すると、泥港町の道路は裏通りとなるが、戦後になると中継ビルをはじめオフィスビル建設が進んだ。1977年10月23日、中村区名駅1丁目、3丁目、 4丁目にそれぞれ編入され泥港町の町名は消滅した。現在の名古屋市営地下鉄、桜通線国際センター駅周辺が該当する。名古屋市電に町名が付された泥港町という停留場があった。柳橋方面から明道町、上新町方面へ至る路線の途中にあり、市道江川線上、泥港町交差点を挟んで南側に、北港線の北側に、 南行線の停留場がそれぞれ立地した。泥包丁停留場は1901年2月19日の押切線開通に伴い設置。路線廃止に伴い1971年4月1日付で廃止された。ありがとうございます。